take a chance now, so stand up, don't let it go. Don't give up now, it's your place to go.こんにちは。ツーリズムエキスポジャパン2014公式放送室にようこそ。さて、この番組は観光地としての各地域の魅力を掘り下げて語り合おうという番組です。そして今回のテーマは福井県ということで、お二方をお迎えしております。福井観光コンベンションビューロー山北淳太郎さん、そして越前鉄道から太田奈由子さんです。お願いいたします。さあ、さらにですね、私は進行役を務めさせていただきます三輪智代と申します。そしてアシスタントは、2014ミスインターナショナル日本代表の本郷里奈と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さらにゲストといたしまして、シンガポールで日本食を中心に日本の地域を紹介するおいしい TV のプロデューサー、クロスコ株式会社の池淵さんもお迎えしております。お願いいたします。さあ、早速なんですが、今回はですね、福井県がテーマということで、ブースを今回出展されていますよね。はい、そうです、はい。ブース内ではどのようなことを紹介されてるんですか。ブースのテーマなんですけれども、はい、日本で一番雪降る町、幸福度ナンバーワンにかけてるんですけれども、はい、そのローカル鉄道で行く小さな幸せと出会う旅ということで、はい、うわ素敵、はい、そのテーマでブースの方、E の49番で、E の49番で、はい、もうすぐ、まあ、明日からは、ね、一般公開ですからね、はいはい、電車の形がモチーフになってますので。あ、なるほど、はい、なるほど。ぜひ、じゃあもういろんな観光スポットが、そうですね、あるということですよね、はい、また美味しいものもね、はい、あると思いますけれども、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今回はだからこそ、まあ、越前鉄道の太田さんにもお越しいただいているわけなんですよね。はい、はい、私ども越前鉄道の、通ってます市町とともに今日こちら来させていただきました。はい、なるほど。で、今回ですね、こうテーブルがかなり豪華になってるわけなんですが、はい、これは何をお持ちいただいたんでしょうか。うん、はい、ですね、まずどちらから紹介すればよろしいんでしょうか。じゃあお米なんですけれども、はい、福井のコシヒカリ、コシヒカリ、まあ、新米です。新米。コシヒカリ実は福井が、発祥の地ですので、なかなか皆さんご存知、ないんですけれども、はい、今日は美味しいお米を持ってまいりました。コシヒカリ福井発祥なんですね。はい、新しい発見です。はい、美味しいお米があり、そして美味しいお水、お水、はい、美味しいお水が、はい、特徴ってあるんですか、福井のお水って。どちらかといえば、軟水ですよね。軟水、はい、まあ、日本のお水って軟水なんですけど、特に軟水です。美味しいです。美味しいです。私たちの町は九頭竜川っていう川でこうつながってるんですけども、そこで美味しいお米が取れて、美味しいお水があって、いいですね、そして美味しいお酒が、いやー、はい、もう昼間からどうしましょう。間違いないですね。間違い、やっぱりお水が美味しいところっていうのはもうね、食べ物飲み物全部美味しいですからね、はい、このお酒は飲みやすいんですかね。そうですね、今回一応ですね、テーマの方は女性の皆さんに、お越しいただきたいなということで、お酒の方も、女性にですね、いくつかその私どものこの地域に酒蔵、はい、蔵元さんがいくつかあるんですよ。もう20超えるぐらいの数があるんですけれども、最近はその女性の方にも飲みやすいお酒も出てきてますので、十分楽しんでいただけるというふうに思っていますので、はい、女子会ならぬ女子旅というかにもおすすめなんですね。はい、そしてさらに、それからこちらはですね、焼き鯖寿司です。はい、焼き鯖寿司有名。はい、そうですね、どちらかというと福井県でも若狭地方ですね、はい、南の方なんですけれども、福井県全体でやっぱり、うんうんうん、はい、これは皆さん大好きな食べ物の一つです。ね、はい、
ぜひお召し上がっていただきたい。いいですね。でさらに、これはですね、金時娘っていう、金時娘、はいはいはい、ですね、あばらの方で、今の時期だと、富津金時っていうさつまいもが、はい、美味しいさつまいもが取れるんですけど、それが入った、はい、スイーツです。さつまいも大好きなんです、ね、大好き、美味しそう、はい。そして、こちらなんですが、これね、ほんとちょっとなんかさっきから魅力的すぎて、福井県って繊維の町、繊維王国ということで、はい、まあ、美味しいお酒があり、美味しいお水があり、美味しいお米を食べていただいて、美味しいものを食べていただきながら、さらに、綺麗になっていただくということで、ずるいですね、こんなものをご用意させていただきましたの で、 ずるいですね、ぜひ福井に来て、綺麗になって、お帰りいただきたいなというふうに思ってますので、ぜひ福井へ皆さんお越しください。はい、ありがとうございます。なんかちょっと盛りだくさんですよ ね、 ですね。美味しい食べ物にまた綺麗になっちゃうなんて、うん、ねえ、ほんごさん、福井は福井行ったことあります。はい、どこに。私は大野市と大井町っていう、あ、そうですか、はい、行ったんですけれども、大 野、 大野に来ていただいたんですね。はい、私たちでは今日各市町の人と、はい、6つの市町で参加しているんですけど、大野市も一緒になって、そうなんですね、はい、今の着てらっしゃる T シャツに、あ、そうですね、はい、あ、そうです、書いてありますね、これは、あ、映ってますね、日本で一番幸せ、はい、降る町、雪降る町、ね、あ、雪降る町、雪降る町、はい、へえ、そうなんですね。あ、じゃあもうね、観光で行かれた。そうですね、はい、バッチリですね。それで初めてへしこを食べました。あ、へしこをご存知なんですね。はい、何、はい、ですかそれって。嬉しいですね。それはサバをですね、ぬか漬けにしたものなんですけど、1年、2年、ぬか漬けにして、はい、お酒のおつまみにすると本当に美味しい。へ、美味しかったです。例えばパスタなんかにもちょっと混ぜて食べていただくと、はい、で美味しく召し上がっていただけるので、うん、そうなんですね、はい、福井県の方にとってはもう、はい、へしこっていうのはみんな知ってます。はい、そうです。家庭料理とかではなく、そうですね、家庭料理、もう本当に、あ、そうなんですね、はい、池渕さんご存知でした。全然知らないです。ね、初めて。福井の方には、福井はですね、通ったことはあるぐらいな感じですね。なるほど。そうなん、じゃあこれからの方ですよね。もうで、さっきからこれ見えてるんですけど。何ですかそれ。これやばいですよね。わー、もしやこれやばいですね。このカニちゃんですね。カニちゃん、越前ガニですよね。うわー、いいなー。もうこれからの季節はもうこの越前ガニで、冬を越すみたいな感じで。だいぶ魅力的なんですけど。ねえ。ねえ。いやー、でも食べ物もそうですけど、遊ぶところも、例えばこれからの時期とかおすすめだったら。これからですか。はい、どうですかね、私のエリアっていうのは、ええ、マイクマイク、東に行けば、あ、東に行くと山がありマイクが、はい、それこそ大野の方、ね、うん、はい、行っていただきた、はい、大野の方ありまして、で西の方へ行けば海へとつながりますんで、うん、まあ本当に今の時期ですと、まあ、秋をですね迎えるわけなんですけど、秋の紅葉、それこそ、お越しいただいた大野なんかは紅葉がすごく綺麗な、場所ですので、はいはい、これからまさにいいですよね。そうですね、はい、でも夏もね、若狭湾とか、夏、若狭はもう少し南の方になるんですけど、三国っていう、エリアに、はい、綺麗な東尋坊ってご存知じゃないですかね、はい、あ、ここに、パンフレットがありますね。ガイドブックがありますね。ガイドブックがこういったところがあるんですが、はい、海へとつながって東尋坊というところがあるんですけど、はい、ここは本当に夕日百選にも選ばれてまして、本当に今の時期本当に綺麗な夕日が見れますので、いいですね、ロマンチックで、ロマンチックですね、はい、ちなみに行かれたことは。あ、行ったことありますけど。どなたと。いや、まあまあいろいろと太田さんと。太田さんと、ね、太田さんは一押し、はい、なんか私ここ好きっていうポイントあります？あ、そうですね、まあ今
山北さんの方からもあったやっぱ今の時期は夕日が綺麗な、うん、あの東尋坊三国サンセットビーチ、うん、おすすめなんですけど、はい、あとはやっぱり沿線私どもの、 あの鉄道が走ってる沿線、はい、やっぱり山並みも綺麗ですから、あ、なるほど、はい、まあ、ちょっと都会に疲れた方、自然で癒されたい方にはもうもってこい の、 あのマイナス4が、はい、いっぱいのところになってます。あ、はい、そうなんですね。太田さんは、はい、普段はこうそういう場所にいらっしゃらないですよね、鉄道。この越前鉄道っていうのは、まあ、日中私みたいなアテンダントっていうのが社内に乗務してまして、はい、観光案内ですとか、はい、そういうのをサポートさせていただいてます。へ、はい、なので来ていただいた時には太田さんに会えるかも。はい、私よりもっと綺麗なの いっぱいいますので、はい、ちょっとそれもなんか魅力の一つですよ ね。そうですね。その電車乗りながら、はい、ガイドというか、あ、そうです、ご案内を、はい、あ、それはいいですね。そうなんですね、はい、どのくらい、結構沿線長いですよね。そうですね、2路線ありまして、勝山、うん、永平寺線という山に行く方と、はい、三国あわれ線という海に行く方と2路線持ってるんですけど、うん、どちらもだいたい50分ぐらいになります。はい、50分ぐらい、はい、じゃあそれぞれで、はい、見どころがある。あ、そうですね、勝山永平寺線の方でしたらやっぱり山の方向かっていきますので緑楽しんでいただけますし、三国あわら線の方でしたらやっぱり海の方向かいますので、はい、わ、一度に両方楽しめる県です ね、 いやー、でもちょっと太田さんが癒し系だから私太田さんに会いに行きたいな。ありがとうございます。ね、お二人はよくご一緒に PR されるんですか。そうですね、はい、あ、はい、いろんなところで、なるほどね。今回まあ、電車のモチーフにしてますのは、やっぱりローカル鉄道で、まあ、先ほど小さな幸せと出会う旅の、はい、ご提案ということでしてるんですけど、本当に、ね、今お話がありましたように、うん、山へ海へと、はい、電車に乗ること自体が本当にこう都会にはないゆったりの時間を、まあ、過ごしていただけるんじゃないかなということで、まあ、それをテーマにして今回は、はい、出展させていただいております。はい、また電車が好きな方もいらっしゃるじゃないですか。そうですね、そういう方にとってもたまらないですよね。はい、最近は本当に女性もご乗車いただいて旅をする風景を目にしますので、はい、ぜひ、ね、だってとともに写真とかも楽しめたりとか。そうですね、あ、ね、そうですね、うん、どん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 なんか広がるイメージですね。なんかその例えば県内に住んでる人しか知らないちょっと穴場のスポットとか。あ、県内の人しか知らないです。知らないというか、こうほとんどの方が知らないのかなって、はい、なかなか、私どもの方がこうここがいいとこですよって、しててもやっぱり都会の、ね、東京の方はなかなか、うんうん、ご存じない方がいらっしゃるので。そうですか、はい、おそらくそうなんですかね。まあ、東尋坊ですとか、うん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 、はい、まあ、永平寺ぐらいは、ご存知の方も多いかなっていうことで、あと恐竜博物館が。あ、そうです、そうです、ね、恐竜博物館はですね、うん、ここは本当に勝山市っていうところなんですけれども、はいはい、日本の恐竜の8割以上がそこで発見されてますの で、 で、はい、なんか卵の形してますよね。はい、あ、そうです、そうです、はい、あ、行かれました。まだ行ったことないですけど、はい、行きたいなって行ってください。通ってる間に見えます。はい、へー、はい、卵のその恐竜博物館自体が卵の形を、うん、卵の形をしてます、ね、へー、はい、何体ぐらいあるんでしょうね、中に。フロア自体は、うん、地下にエスカレーターで潜るようなイメージで、なんか昔に、うん、タイムスリップ、恐竜時代になんか戻っていくような、遡っていくような、そんな作りになっている感じですかね。化石があったりとか、はいはい、そうですね、40体ほど。あ、そんなに、はい、たくさんあるんですよね。あります。へー、じゃあそのあたりで大昔恐竜が普通に発見されたということはそういうことですよね。そうです、そうですね、なんか不思議ですね。へー、他にはなんか
旗織り体験ができる場所もあるみたいな、うん、聞いたことがあるんですよ。旗織りですか、うん、あ、これもですね、はい、あの勝山ってところに夢折れ勝山、はい、夢折れ勝山で、はい、あの旗織りでコースター作りですとか、あ、いいですね、そういったことができます。旗織り結構伝統的にあれなんですかね、福井県って繊維の町で繊維王国っていうんでしょうかね、はい、昔はそうだったんですよね。あ、そうですか、まあ、その流れがこう残しつつ、うん、まあ、今の時代でなんか、あったものをなんか生産、はい、作ってるっていうところが残ってますね。パンフレット見てるんですけど、これもそれスキー場もあるんですね。あ、そっかそっか、これも、はい、キヌ、スキー場、スキー場もあるんですよ。はい、あります。終点の勝山駅からもうちょっと行くんですけれども、はい、スキージャム勝山という、こちらもあの西日本では最大級になってまして、かなりビッグゲレンデです。スキーされます？私は1回しかしたことないんですけど、したいです ね、 ね、でも私も1回しかない。池渕さんは？僕はあの学生の頃スキー場でバイトしてたんです。おあら、でもスキーができるとは限らないですけどね。まあそうです、アルバイトですね。アルバイトですからね。なるほどね。へぇ、最大級ってなんかすごいですね。はい、あの 初級のなだらかなコースからもう上級者のコースまで幅広くコースが揃ってるので、私ももうここ数年であのスノーボード始めさせていただいたんですけど、あ、はい、結構通いました。、はい、すごい素人的な質問しちゃうんですけど、はい、あの福井県ってめちゃめちゃ雪積もるんですか？あ、そうです、あのその場所によっては、はい、降りますが、まあ、基本的には降りますね、はい、降るんですけど、はい、すごくあの除雪がしっかりされるんですよ。なので、雪がたくさん降る、あの勝山市だとか、うんうん、お出かけされた大野市なんかはすごく雪が降るんですけど、うん、でスキー場も あって楽しんでいただけるんですけど、うん、ちゃんとあの雪が積もるんですが、うん、道は本当に綺麗に、じゃあ住みよい町ですね、はい、いつもはそのなんだろう、例えばそのお店屋さんにしろ、うん、大体あるこう名物が あるとかありますか？県内のその名物を大体こう土地土地によって居酒屋さんでも取り扱うメニューって違うと思うんですけど、これはこういうのがちょっと珍しくてあるんだよみたいな。珍しい、あ、でも先ほどのへしこなんかは、居酒屋でもメニューでも入ってる、入ってますし、へしこのお茶漬けであったりですとか。あ、そうなんですね、はい、なんかこうピンポイントにこのお店行きたい、ここのお店のこれが食べたいじゃなくても、気軽に行ってもこう豆物を食べられるってことですよね。あとなんかこう、あとはあの、まあ、福井ですとあの皆さん お蕎麦っていうと、お蕎麦、はい、どんなお蕎麦っていうか、あの福井のお蕎麦はおろし蕎麦なんですよ。おろし蕎麦、大根おろしをこう、かけて食べる、まあ、地方によっては冷たい、あったかい、あ、冷たい、基本は冷たい蕎麦を、冷たいお蕎麦におろしをかける、かけて食べるんです。へ、今大根おろしそのものを、だしでぶっかけたりとか、もしくは、絞り汁だけをこう、はいはいはい、だからちょっと少し辛みがあるんですけど、具がおろしということですか？そうです、具というか薬味って なんて言うんでしょうね。だし汁、だしですね、だしですかね、かつお節と、はい、それから、大根おろしをかけて食べる、さっぱりして美味しそう、特になんか夏にね、いい良さそうですね。そうなんですよ、すごくね、体にいいんですよね、はい、まあ、大根おろしって本当にビタミン C がたっぷり含まれてますので、うんうん、そうですね、そう、美容にもいいっていう、夏にいいですね、美容に、美容に、さらにあの綺麗にやってあと何ですか、おぼろ昆布。あ、はい、あ、詳しいですね。おぼろ昆布もちょっと食べたことがないんですけど、はい、どんな昆布でしたっけ？どう、おぼろ昆布、どういうって言いますか、なんて説明すればいいんですかね。なんか資料に載ってないですかね、載ってないかな。あ、そうなんですよ、ここには載せてないんですよね。カニですよ、実はその
カニです。カニです。カニです。乗ってるのはカニです。やっぱり一番目を引いてしまうカニです。南の方のエリアで、うん、福井県でも。あ、そっか、エリアによっていろいろね、違うんですよね。はい、あ、先ほどのそばなんですけど、こんなふうです。そば、そば、あ、おそばですか？これ。見ていただけますかね。あ、これが。おいしそう。おいしそう。さっぱりしそうですね。そば自体の特徴もあるんですかね。そば自体もそれぞれの地域で取れるそばが、はい、白っぽかったりちょっと黒っぽかったり、あと麺が太かったり細かったりっていう分が特徴があるので、何かしらそのどこかで自分の好みのお蕎麦が見つかるはずです。食べ比べしたいです。蕎麦大好きなんですよ。美味しいですよね。美味しいですよね。いや、いいな、いいな。あとあれ、らっきょう。らっきょう、そうですね。ね、らっきょうも有名です。これは、三国ですね。三国、海の方になるんですけど、そこで取れます。なんか3年ぶりっていう。そうです、3年ぶりで、小粒なんですよ。キュッと身が締まって、でコリコリした感じの食感がたまらないです。あ、たまらない。なんか想像する、多分らっきょうとは違うんでしょうね。そうですね、キュッとしてます。だって小ぶりなものってちょっと多分私出会ったことがなくて、あんまりないですよね。ね、あんまりないですよね。それが特徴ですね。いや、なんかいつも美味しいものを食べてらっしゃるので羨ましいです。いいですね。ねえ、だって一般美味しいものには本当に恵まれてるかなっていう感じです。ソースカツ丼です。え、何ですか、何ですか。いや、ソースカツ丼。ソースカツ丼。ソースカツ丼。あ、ソースカツ丼もそうですね。はい、と、もう福井名物。福井、そうです。はい、え、カツに、まあソースをかけ、そうです、ウスターソースを、うん、かけて食べるんですけれども、うん、でちょっと、ソースカツ自体も本当に薄いんですよ。うん、肉がちょっと薄くしてて、うん、で食べやすいようになってます。もしまだその福井に足を運んだことがない方に、はい、こう例えば1日とか1泊2日とかでプランをご提案するとするならば、はい、どんなプランを立てられます？その観光地来られる お客様っていうか、その方によっても違いますけど、でも美味しいものを食べたいっていうんだったらもう、うん、もう食べ物を本当にいっぱい連れてってあげたいですね。具体的に1ヶ月後の今日とか、1ヶ月、だから10月の末ぐらいに出発して、1泊2日で福井に行きたいって思った時に、はい、じゃあどこの駅からスタートしたらいいんだろうかとかってあるじゃないですか。どこに最初に行って、じゃあその次どこ行って、どこ行って、1泊2日のプラン。1泊2日ですか。京都さんが考える1泊2日のプラン。つい、先日、はい、お客様からお電話いただきまして、ちょうど同じ1泊2日で、今から福井行くんだけど、しかも大野の方も含めてプランを考えてくれないかということで、はいはいはい、時間とかも調べさせていただいたんですけど、まあ、1日目来ていただいた時に、まあ、恐竜博物館の方を勝山永平寺線で行っていただいて、はい、永平寺のお寺も見ていただいて、なおかつ夕方ごろ反対側の三国あわら線の方に進んでいただいて、東尋坊で夕日を見る1日目です。これが2日目が大野の方に行く電車はJR の越美北線さんの方になりますので、私どもの鉄道の線路ではないんですけれども、2日目はもうそちらの越美北線さんの方に乗っていただいて、もう紅葉を楽しみながら大野城、はい、見ていただいて、ね、お帰りいただくっていうプランでおすすめをさせていただきました。はい、なので家族連れの方ですか。その方はちょっとご年配の方で、はい、おじいちゃまたくさんで来られるということで、はい、ゆっくり回りたいんだっておっしゃったので、はい、時間もちょっと細かく説明させていただきながらで、なのでこれ先日おすすめしたプランなので、これはもう確実に回れます。はい、なるほど。でもあれですね、そういうプランのご提案とかも、ね、してくださるんですね。すごく親切。
そうですね、まあ、パッと来られた方でもできるだけお客様のご期待に添えるようにアテンダントに相談していただいたらできる限りお時間など調べて一番いい最適なプランをおすすめさせていただきます。皆様も福井の旅は安心です。安心ですね、はい、安心です。本当に行くしかないですね、うん、もう来ていただくしかないですねえ、はい、ちょっとだお酒気になるな。もう現地 で、ね、酒蔵ってことはその場で飲めるってことですよ ね、 すね、味見というか、はいはい、試飲もちろんできますねえ。どうしましょ う池淵さん、すごい気になってるのがこの電車の写真があってですね、絵がいっぱい描かれてるんですよね。これすごいちっちゃくて見えないんですけど、ここ分かるかな、これこのちっちゃいところ、ちっちゃいところ、これ、アクティビティと風景と、景色とグルメと、これはあれですね、ラッピングされてる電車ですね。気になりました。ちょっと気になったんですよいいですよね、そうそう、ゆっくり電車に乗って、ね、景色を見る、ゆっくりとそばを食う、ね、うん、ゆっくりと夕日を眺める、もう多分ねご自身のプランが今出来上がってきてるんですよ福井行った時は福井行ったらここ行ってあそこ行ってそうそう、カニを食べると、もう時間を忘れてくださいそうです ね、 ね、あとだってお城とかもね、そういろいろありますから ね、 ね、やっぱりゆっくりとどの年代の方でもこう楽しめそうですよね。そうですね、その時期もそのまあ六種町でまあ私たち今回参加させてもらってるんですけど、その夏ならここ秋ならここっていうような特徴もありますし、はい、どのシーズンも楽しめるんじゃないかなと思ってます。なるほど、今回のこのツーリズムエキスポジャパン2014のテーマがですね、新しい旅が始まるということなんですが、これを一言で言うと福井県さんのご提案としては何かありますか。新しい旅、このテーマ通りですかねやっぱり小さな幸せを、雪降る街、はい、雪降る街で小さな自分だけの幸せを出会ってくださいと。わあ、でも素敵、ね、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、さあまだまだお話をお伺いしたいんですが、ちょっとねそろそろお時間になってしまいまして、早いね、あっという間なんですよね。早いです。そしてですね、最後にちょっと本郷さんからお知らせがございまして、はいはい、11月11日に東京でミスインターナショナルの世界大会が開かれます。で昨日からチケットがウェブで販売されておりますので、皆さんもよかったら応援に来てください。はい、はい、応援よろしくお願いしま す。さあということで、あっという間のお時間でしたが、以上で。そうですね、福井県は、はい、やっぱりこの都会と違う、都会のような最先端のものはなかなかパッとは目につかないんですけど、人の温かさ、物の温かさっていうのはものすごくある県になりますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、ぜひ足を運びください。ということで以上で、福井県特集を終了させていただきます。まだまだですね、各地域をご紹介してまいりますので、ぜひ引き続きご覧ください。それではどうもありがとうございました。